はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、戦いドリームチームの動画撮ろうと思うんですけど、今来てる、戦い青木選手たちサッカー日本代表ガチャっていうやつの初回がね、無料で引けるってことで、今回はね、この無料分だけ引こうと思うんですけど、早速引いていきますか。ちなみにね、そっか、ないのか。タイ語記念のやつに関しては、あまりにもね、SS が出ないので、動画にはしなくていいかなってなっております。ということで、とりあえずね、引きましょう。微妙。ダメだ。はい、ちょっと飛ばしましょう。はい、残念ながら、SSR 出ませんでしたと。そうか。で、ちなみにね、ちょっとこれも引いちゃおう。アプリの、来たんじゃない？ SSR。ちょっと待って、話そうとしてたことが来ないのか。アプリのなんちゃらとは関係ないんですが、自分がね、戦いドリームチームと、あとキャプゼロの方、キャプツバ系のゲーム2個ね、同じ時期に、動画とこう始めたり、ゲーム遊び始めたりっていうのがあったんですけど、これね、両方始めたのがね、初めて動画投稿したのが、どっちもこの、キャプツバ系のゲームね、両方去年の11月にね、投稿始めたみたいだったんですよね。自分でね、ちょっと見直してみたらそうだったんですけど、だね、もうすぐ1年になるんだなという感じで、始めたばっかの頃はね、全然選手もいないし、なんか狙って引くにはちょっと SSR の種類が多すぎて無理だろうみたいな感じだったんですが、さすがにね、1年経って結構、選手揃ってきたなーっていうことで、なんかね、チームとか作る方向性というか、もうちょっとね、定められるのかなという感じではあるんですけど、今ね、普通に使ってるのこれなんだけど、ぐっちゃぐちゃなんだよね。チームスキルっていうのが大事で、ちょっと統一感持たせた方がいいなっていうのは、他の人の動画とか見て分かってはいるんですけど、本当にね、使いたいの使ってるだけだろうみたいな感じになってて、今ね、キャプテン翼の、漫画のね、ライジングサンかな？今やってるシリーズがね、日本とドイツが戦ってたりするので、なんかドイツガチャはね、引きてえなと思って引いたりとか、そんな感じでやってたので、ちょっとね、なんて言うんだろうな、使いたい選手詰め込んだだけのこのデッキ G に関しては一番使ってるんだけど、全く強くはないんだよね、きっとね。ってことでね、なんかね、ちょっとね、そろそろ SSR の選手も増えてきたし、なんかね、なんて言うんだろう。なんだっけ、これ。オンラインのね、対戦とかで勝てるようなチームをね、考えて作っていきたいかな、みたいなことをね、最近は思い始めましたね。これだとね、おそらく、全然勝てないでしょう。っていう感じでもあるので、技がね、育ってなかったりとかっていうのはしょうがないにしても、チームにね、統一感を持たせて、ちょっとスキルとかも考えて組んでみるみたいなのも、そろそろね、やってみようかなとかっていうのを最近思い始めましたよというのもね、ついでに、言っておこうかなと思いますって感じかな。一応それなりに1年やってたら揃っては来てますよね、選手は。ウルトラレアまで育ててるので言うとここまでかな。キーパーには多少恵まれてるのかなというか、キーパーがね、手に入れられなくてっていうような状態ではなかったんですが、結構ね、ディフェンスが困るのかな、なんとなく。でもね、こんな感じなのでね、ちょっと、これからもね、続けていこうと思うので、よろしくお願いしますっていう話でした。
まあ、ガチャについてはね、今回は無料分の10連のみでしたが、まあ、SSR も出なくて微妙だったんですけど、まあ、そんな感じでよろしくお願いします。ということで、今回の動画はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。はい。